さあ前半を終えまして、磯野スーパースターズ7点、愛知ゴールデンウィングス6点とその差1点という非常に拮抗したスコアの状況で前半戦が終わっております。双方ともにその攻守打開点を見出したいといったところですが、共にしかしタッチダウンを上げております。非常に面白い展開になっております。しかしその得点差はどちらにとってもセーフティーリードとは言い難い、その非常に拮抗した差になっております。フィールドゴール1本で状況、あるいは極端に言うとセーフティーでも状況が変わってしまうというこの非常にシビアな状況、果たしてこの試合を終えましてこの試合勝利し次のステージに上がることができるのは果たしてどちらとなるでしょうか。まもなく後半戦再開となります。後半は磯野スーパースターズのキックオフで試合再開となります。キックオフしますのは磯野スーパースターズ43番の西脇です。西脇は岐阜大学出身、配置ゴールデンウィングスリターナーには30番と19番が配置しているようです。19番は金井、千葉工業大学出身、30番は近藤、愛知大学出身です。愛知30番がリターン、左オープン展開を図りまして自陣25ヤード付近でボールデッド、この位置から愛知の攻撃となります。リターン30番は近藤です。愛知大学出身、愛知ゴールデンウィングス自陣26ヤードからファーストダウン10、ここで愛知ランプ屋から入ります。キャリア45番ハンドフを託され左オフガード付近を突破、相手ディフェンスを弾き飛ばしまして約4ヤード6ヤードから7ヤードゲインとしています。愛知45番は神戸南山大学出身、愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン4、ナイスラン、ファースト、愛知ゴールデンウィングス、今度はハンドオフオプションでクォーターバックがキープ、状況に応じて持たせるか自分が走るかの判断、これをクォーターバック自らキープの判断をしまして攻撃権更新としています。愛知ゴールデンウィングスファースト、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。見事攻撃権更新果たしましたはクォーターバック8番の中野、立命館大学出身のプレイヤーです。レフィータイムアウト解けまして試合再開です。愛知ゴールデンウィングス自陣41ヤードからファーストダウン10、クォーターバック変わりまして6番、同じくハンドオフオプションからキープ、これも決まりまして左方向約4ヤードゲインとしています。クォーターバック6番はクラチです。中京大学出身、愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン6、不成功、今度は左に展開しておりましたワイドレシーバー30番にパスを投じましたがわずかにそのパス定まらず不成功となっています。ダウン1つ変わりまして愛知サードダウンに変わります。愛知ゴールデンウィングスサードダウン6、ボールオンは自陣46ヤード、失礼しました45ヤード、
ライスラン、ファースト、ここで愛知オプションプレーを展開、クォーターバックキープを判断しまして、これが見事構想し攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファースト、素晴らしい判断で攻撃権更新を出しましたのは愛知ゴールデンウィングスクォーターバック6番のクラッチ、中京大学出身。愛知ゴールデンウィングス相手陣に入り、相手陣47ヤードからファーストダウン10。QB サーブ、クォーターバック6番、今度はパスプレーに入らんというところでしたが、ここで磯の72番がラッシュしまして QB サーブ、パスを投じる前に仕留めました。見事 QB サックしましたが、そのスーパースターズ72番の山口でした。岐阜大学出身。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが取られています。さあ、レフリータイムアウトを届けまして試合再開となります。愛知ゴールデンウィングスセコンドダウン14の状況で試合再開です。失礼しました。さあ、果たして状況は打開できるでしょうか。ボールは自陣49ヤード。6番プレイアクションからパスを投じようとしましたが、カバーされたと判断したかスクランブルに転じております。約3ヤードの原因となっています。一気に畳み込みたい愛知ですが、しかし磯野も素晴らしいディフェンスを披露しています。愛知ゴールデンウィングスサーダウンイレブン、ボールオンは相手陣47ヤード。なんとかこの状況をパスによって打開を図りたかったところですが、ここに磯野35番殺到しまして QB サークロスしましてフォースダウンに変えます。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。磯野ここは素晴らしいディフェンスを披露しております。見事 QB サックで先ほどのプレーを止めましたが、そのスーパースターズ35番の田原、日本国士大学出身のプレイヤーです。試合再開です。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン17、パントフォーメーションを取りました。さあ、磯野リターンに入る。しかしこれは愛知74番見事に対応しましてリターンを阻止し、磯野スーパースターズ陣25ヤード付近からの攻撃と変わります。見事な対応しましたが、愛知ゴールデンウィングス74番の山田でした。名古屋商科大学出身、180センチ105キロの巨漢が見事に対応いたしました。
スがテイクオーバーになりまして、攻撃権はそのスーパースターズと変わります。磯野スーパースターズ自陣24ヤードからファーストダウン10。していたオレシーは81番にパス、そこから81番、1パスからのキャッチアンドランはからんというところでしたが、これは愛知もカバーよく、ゲインは約2ヤードにとどめています。まず最初のパスプレーをキャッチしましたがオレシーは81番の森藤でした。防衛大学出身です。防衛大学校出身です。森藤ですね、失礼いたしました。磯野スーパースターズセカンドダウン8。クォーターバック18番ハンドオフ付近から水かき、右オフタックル付近掲げありまして約6ヤードほどゲインとなっております。ここでホイッスル。クォーターバック18番は田中、岐阜大学出身。現在レフリータイムアウトが取られています。さあ磯野はここで本来のスターティングクォーターバック18番田中を投入してまいりました。磯野スーパースターズサードの残り1ヤード。キャリア42番、しかしこれは愛知見事にカバーしておりましてロスに変えています。フォースダウンです。ここは愛知が見事な対応をしております。磯野スーパースターズフォースダウン3、バントフォーメーションを取ります。30番、左オープン突破を図りましたが、しかし自陣30ヤード付近での攻守交代となります。大志様、愛知がひょっとするとというメッセージ、確かに不安を感じるかもしれません。個人的には愛知と磯野は非常に拮抗した戦力であります。立ち位置が X2、X3 と異なった位置にはありましたが、しかし先にしてその力を誇っているのはむしろ愛知という印象があります。印象が強いのは2015年、愛知が X2 にありました際、その対戦相手が磯野スーパースターズとなりました。これも最終節土壇場ギリギリで同点に追いつき、さらにオーバータイムの末タイブレークで逆転勝利する形で磯野が逆転 X2 に上がったという非常に白熱した一戦でした。この両雄は非常に拮抗した勝負を演じております。さあ愛知がまずランプレーから入りました。クォーターバック6番自らキープしまして、左オフタックルを駆け上がり約1ヤードのゲインとしています。もちろんその当時とは世代大きく変わりまして陣容も変わっておりますが、当時の選手ももちろん健在であります。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン9。ここでホイッスル。さあイエローフラッグが投じられております。
オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体となりセカンドダウンやり直しとなります。さあ試合再開です。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン14。さあオプションプレーを展開します。クォーターバック6番キーププレーにより状況打開を図りますが、しかしこれは磯野も対応し始めています。ゲイン3ヤードにとどまっております。なるほど、アメリカンフットボール以外のところでも愛知勢が何かしら有利ということですね。大石さんは情報ありがとうございます。さあ愛知ゴールデンウィングスサーダウンイレブン、インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック6番パスを通じまして状況打開を図ろうとしましたが、そのパスを取りましたのはそのスーパースターズ20番、インターセプトにより攻守交代となります。攻撃変わりまして磯野スーパースターズとなります。ターンオーバー。見事インターセプトしましたのは10番の菊池でした。熊本大学出身。さあ磯野スーパースターズの攻撃に変わります。ファーストアンテン、これは愛知ナイスディフェンス。ここで磯野はハンドオフオプションから QB キープを判断しました。しかしこれを見計らい愛知44番見事なチャージで約3ヤードロスに変えています。この状況を見事に対応しましたのは愛知ゴールデンウィングス44番の選手です。深夜、京都府立大学出身です。磯野セカンドダウン13。さあここでランニングバック25番でハンドオフ。15番ブロッカー活かしながら左オフタックル付近駆け上がりまして約5ヤードのゲインに変えています。ここでエースランニングバック宮部が投じられました。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終わりまして磯野スーパースターズ7点、愛知ゴールデンウィングス6点、その差1点のまま最終クォーター第4クォーターに移ります。